ダーバンビーチ条例第37節に基づき、この海水浴場は、白人種集団に属するもの専用とされると、英語、アフリカンス語、ズール語で併記された1989年撮影の、標識アパルトヘイトは、アフリカンス語で、分離、隔離を意味する言葉で、特に、南アフリカ共和国における白人と非白人の、諸関係を規定する、人種隔離政策のことを指す。 かねてから数々の人種差別的立法のあった南アフリカにおいて1948年に法制として確立され、囲碁協力に推進されたが、1994年全人種による初の総選挙が行われ、この制度は撤廃された。英語とアフリカンス語で白人専用と書かれた海水浴場の看板。犬の標識は犬の連れ込み禁止を意味する。 アパルトヘイトへの抗議を行う黒人たち、アパルトヘイトという言葉は1913年の原住民と地方に登場する。しかし、広く使われ始めたのは国民党が居住地区条項を制度的に確立した1948年以降である。アパルトヘイトとは南アフリカ連邦時代から続く人種差別志向の上に成り立つ、 様々な差別立法を背景に1948年の純正国民党政権誕生によって確立された政策方針のことである。アパルトヘイト以前に、すでに、鉱山労働法、原住民土地法、産業調整法、背徳法などの差別的立法が成立していたが、国民党が政権を握って、以降、集団地域法、人口登録法、投票者分離代表法、 バントゥ教育法、共産主義鎮圧法、テロリズム法などが相次いで制定され、アパルトヘイト体制が成立した。ケープ州においては、カラードは1853年の議会開設以来、選挙権を持っていたが、1951年に、議会は、カラード代表議員の選出を認める代わり白人と、カラードの選挙人名簿を分離する、投票者分離代表法法案を提出。 最高裁が再三意見判決を下したものの、1956年にはカラードの選挙権はカラード代表議員を選出するだけのものとなり、1970年にはカラード代表議席と黒人代表議席すら廃止され、選挙権は白人だけのものとなった。1970年に制定されたバントゥーホームランド市民権法により、 黒人は民族ごとに指定した10のバントゥスタンの市民とされ、これらのバントゥスタンを独立国家とすることで、黒人を外国人に仕立て上げようとした。このため、独立を宣言したトランスイ、シスイ、ボプタツアナ、ベンダの国民は外国人として扱われ、名実ともに南アフリカ国民であることを否定された。 アパルトヘイト以前から存在した上記の1911年の鉱山労働法、1913年の原住民土地法、1926年の産業調整法をはじめとする各種法律によって黒人には低賃金所得のみが当てがわれ、南アフリカの資本主義は発達した。アパルトヘイトが本格化すると、1951年の原住民建築労働者法や、 1953年の原住民労働者法、1956年の産業調停法など、就業制限に限らず各種の待遇や制限で、白人労働者には手厚い保護を与える一方で、黒人労働者には劣悪な労働条件を課した。黒人は白人が経営する農園や工場で働き、1970年には平均して白人の工業労働者は、 黒人の6倍、白人工業労働者は、黒人の21倍の給料を得るようになっていた。こうした方針は、南アフリカには、たくさんの民族が住んでいて、それぞれ違う伝統や文化、言語を持っている。それぞれの民族が独自に発展すべきだ。アパルトヘイトは差別ではなく、分離発展であるという多文化主義による合理的な政策であると主張されていた。 1913年制定の原住民土地法により、南アフリカ全土の内南アフリカ連邦政府が指定した地域のみに黒人の土地所有権を認めたが、それ以外の地域における黒人の土地所有権を否定し、黒人が白人から家屋や土地を買い取って所有することができなくなった。都市部においても1950年に制定された集団地域法に基づいて、 人種別に居住区の割り当てが行われ、自身が属する人種グループに割り当てられた、地域以外での居住は違法とされたほか、1953年制定の隔離施設留保法では道路を除いた、あらゆる公共施設や公共車両、飲食店などにおいて、人種別に専用の施設を用意することが義務付けられ、白人と黒人の居住区及び生活圏を法的に、くっきりと分けられた。 差別される側の黒人は約2500万人、インド系住民約90万人に対して白人は約500万人程度である。さらに1959年に全面的なアバルトヘイト構想としてバントゥース体計画が立案された。具体的には1959年制定のバントゥー自治促進法により民族や部族単位に自治区を設ける政策が実施された。 1953年に制定されたバントゥー教育法により、黒人に対する教育は、キリスト教会系のミッションスクールから国家のもとに移管されたが、一人当たりの白人生徒の教育予算は黒人生徒の10倍程度であったほか、黒人については義務教育ではなかった。アパルトヘイト以前は、ウィット・オー,ターズラント大学やケープタウン大学、ナタール大学では、 白人と黒人は共学であり、黒人向けのフォートヘア大学も存在したが、1950年、アパルトヘイト体制の整備に伴い、一方的に搾取され、不利益を押し付けられる、黒人側から、アパルトヘイト政策の撤廃を求める、政治運動を行う、団体、個人が多数登場したが、これらを弾圧するために、各種の治安関連法が制定された。 1950年に制定された共産主義鎮圧法により南アフリカ共産党が非合法化されたほか、1960年のシャープビル虐殺事件を契機に制定された反社会的組織法によりアフリカ民族会議やパンアフリカニスト会議が非合法化された。また、1956年に制定された暴動的集会法により法務大臣が 公共の平穏を危うくすると認定した場合には、公共の場所での集会を禁止することができるようになり、反アバルトヘイト集会を妨害、弾圧する口実に利用された。特に1967年に制定されたテロリズム法においては、警察がテロリスト容疑者やテロリストに関する情報を持っていると警察が認めた人物に対して逮捕令状や裁判なしで、 最長60日間交流する権限が認められた。上記の法律は1982年に制定された国内治安法に整理統合された。アパルトヘイトでは法律で人種を次の4通りに分けた。実際の人種とアパルトヘイトの指す人種とはやや違いがあり、例えば黒人であるコイコイ人やアジア人であるマレー人のうちその大多数を占め、 古くからケープに住むケープマレー人は人種とは関係なくカラードの扱いを受けた。また政府の人口統計においては白人は一民族として扱われ黒人は各民族ごとに集計されたため白人が最大民族として公表される仕組みとなっていた。最大勢力である黒人に対しカラードやインド人といった 人口規模が白人に及ばない人種は黒人に比べやや優遇され、白人、黒人間の干渉地帯となると同時に白人による分断統治の対象となった。カラードやインド人には教育予算や医療施設も白人ほどではないが整備された。カラードの集中するケープ州においては選挙権が剥奪される一方で、カラードの優遇雇用法が施行され、 特に黒人流入の多くなった70年代後半以降にはカラードに経済的利益をもたらした。このため民主化後初の選挙である1994年の選挙においてカラードは国民党に多く投票した。アパルトヘイトはダイアパルトヘイトと呼ばれる土地の大規模な分離政策と小アパルトヘイトと呼ばれるその他最速によって構成されていた。小アパルトヘイトは 背徳法や、隔離施設流方法など、一般生活において、目につきやすい部分で導入され、ゆえに、大きな批判を浴び、小アパルトヘイトの多くが1980年代、後半の改革により消滅、大アパルトヘイトは1990年代に、撤回された。ホームランドの地図シスカイ区域、アパルトヘイト政策により、南アフリカ共和国内に作られた。 アフリカ人自治地域の一つ。その他、黒人の参政権を否定する、現住民代表法や、黒人の教育を低レベルなものへとどめてしまった、バントゥ教育法など、就職、賃金、教育、医療、宗教など、日常生活の隅々にわたる、非白人を差別する政策が、無数の法と観光で制度化されていた。しかし、 これらの差別法を非白人に守らせるには膨大な警察・管理機構が必要であったため政府予算の半分近くがアパルトヘイト維持のための関連支出となった。これらは白人納税者にとっても負担であり黒人の熟練労働を禁じたことも経済成長の上でマイナスになった。一方安価な単純労働力としての地位しか与えられなくなった黒人の失業率は 急速に増大し、さらに1960年代に、それまで黒人の大雇用先であった白人大農場の機械化が進んで、多数の黒人労働者が解雇され、さらに彼らの流れ込んだホームランドで人口圧力により農業生産が急減するに、至って雇用状況はさらに悪化した。この膨大な失業者が、やがて黒人抵抗運動の火種となっていった。 アパルトヘイト反対の広告が描かれたバスアパルトヘイトについて議論する春大学の学生防和戦争以来南アフリカの白人で大民族であるイギリス人とアフリカーナーは激しく対立していた支配層を形成するイギリス系に対しアフリカーナーの多くは経済的な弱者となりプワホワイトと呼ばれる貧困層を形成していた これら白人貧困層を救済し白人を保護することを目的に1910年の南アフリカ連邦成立以来様々な人種差別的立法が行われてきた。1911年には鉱山労働法が制定され、人種により職種や賃金を制限し熟練労働を白人のみに制限した。1913年、原住民と地方が制定され、 アフリカ人の居留地を定め、居留地外のアフリカ人の土地取得や保有、貸借を禁じた。1926年には産業調整法が制定され、労使間の調停機構が設立され労働者の保護立法の先駆けとなるが、アフリカ人労働者は労働者の範囲から外された。このため、以後は白人の労働組合のみが労働者を代表することとなった。 1927年には、背徳法が成立し、異人主間の成功賞が禁じられた。さらに、1924年に、白人労働者の支持のもと成立した、ジェームズ・ヘルツォーク政権は、鉱山労働以外の製造業にもカラーバーを拡大して、白人労働者とそれ以外の労働者の雇用比率を規定し、さらに白人労働者は、非熟練労働者でもアフリカ人よりも、 高級を与えられるようにした。しかし、第二次世界大戦中の攻撃などを背景に、黒人の発言力が増大し、当時の与党であるヤンス・スマッツ率いる連合党が、わずかに情報の姿勢を見せたことで、それに不満を持ち黒人封じ込めを訴える、ダニエル・フランソワ・マラン率いる国民党が1948年に選挙に勝利し、アパルトヘイトが制度として確立されることとなった。 アパルトヘイトに対しては対象人種だけでなくイギリス系よりもアフリカーナが公職でははっきり優遇されていたため主にイギリス系の白人の多くから反発があった。しかしアパルトヘイトにより黒人を搾取することで白人両民族が経済成長を達成し民族間対立が目に見えて緩和されてくるとイギリス系の多くも 積極的に国民党とアパルトヘイトを支持するようになっていった。これに対し一部リベラル白人は進歩連邦党を結成しヘレン・スズマンなどの議員を中心として反アパルトヘイト活動を継続した。実業界はアパルトヘイトに対しては美温的な対応に終始した。アパルトヘイトによって高価な白人労働力を使用せざるを得ず、 経済制裁によって市場がかなり損なわれてはいるとは、いえ、一方で黒人の単純労働力を安価に使用できるメリットは大きかった。また国民党はアフリカーナー労働者と農民を支持基盤とした政党であり、資本家はさほど党に対して力を持っているわけではなく、また経営者自身も白人であったためである。熟練労働者の確保が難しくなった工業界が改革を、 しばしば要求したが、アパルトヘイトの枠内からはみ出ることはなかった。多国籍銀行は、経済制裁が行われている最中にも融資を行っていたほか、西ドイツの BMW、代表的な反アパルトヘイト運動として、ネルソン・マンデラが所属していたアフリカ民族会議や、南アフリカインド人会議などが挙げられる。1949年には、ウォルター氏するオリバー・タンボ、 ネルソン・マンデラの3人が ANC の執行部に選出され、以後の黒人解放運動の指導権を握った。1955年には ANC やセイックなどにより、クリップタウンで自由憲章が採択される。これは非人種的なものであり、黒人民族主義ではなく、自由主義を基本に置いたもので、以後の反アパルトヘイト運動の旗印となった。しかし、 政府はそこに集まった群衆を解散させ、翌1956年には中心的な活動家を反逆罪で告訴した。また、自由憲章制定時に主導権を握れなかったアフリカ民族主義者はアフリカ民族会議から分党し、1959年にはパンアフリカニスト会議が決闘された。1960年にはパス法に反対する集会を PAC が企画し、 ANC も合流。そこに集まった群衆に軍が発砲し、シャープビル虐殺事件が勃発した。これにより、政府は両党を非合法化し、活動家を次々と逮捕していった。マンデラは1962年、シスルは1963年に逮捕され、ケープタウン沖のロベン島の刑務所へと送られた。生き残った活動家は亡命し、テロ活動を行ったものの、 活動自体はやがて沈静化していった。国連総会は1952年以降毎年、避難決議を採択し続けた。1960年に南アフリカは国民投票を実施して立憲君主制から共和制へと移行し、南アフリカ共和国が誕生したが、この時継続加盟申請を出した南アフリカに対し、イギリス連邦が激しい非難をしたために、 1961年には南アフリカは同連邦から脱退した。このように他国は絶えずアパルトヘイトを非難し、1973年に国際連合総会で採択された国際条約において人道に対する罪と求断したが、1980年代まではアパルトヘイトはこれらの非難の影響を受けることはなかった。オリンピックの南アフリカ選手団は、 アパルトヘイトへの制裁措置として1960年、ローマオリンピックを最後にオリンピックから締め出された。その後も国際オリンピック委員会からたびたび勧告を受けるも拒否し続けたため、1970年に除名処分を受けた。結果、人種隔離政策撤廃後の1991年に IOC から再承認を受け、1992年、 バルセロナオリンピックで復帰するまで参加は認められなかった。また1976年、モントリオールオリンピックでは、ニュージーランドのラグビーチームが南アフリカ遠征を行ったにもかかわらず、大会参加を認められたことに抗議して、タンザニアをはじめアフリカ諸国22カ国によるボイコットが起こっている。スティーブ・ビコの死から1年経って集まった反。 アパルトヘイト活動下半アパルトヘイト運動が再び活発化したのはスティーブ・ビコの登場からである。1968年、ナタール大学の学生だったビコは黒人だけの学生組織、南アフリカ学生機構を結成し黒人解放運動を開始した。ビコは黒人意識運動を提唱し白人人種主義のすべての犠牲者への連帯を呼びかけた。 1973年には、ビコの言論活動が禁止されたものの、ビコは各種プロジェクトを通じて実践を行い、黒人意識運動は南アフリカ全土に広まっていった。この政治意識の高まりを背景に、1976年にはアフリカンス語の教育強制に反発した黒人が、ソエト放棄を起こす。 当時のバルタザール・フォルスター政権はこれを武力で弾圧したものの、この事件は国外のアパルトヘイトへの目をいよいよ厳しいものとし、また国内での抵抗運動はこれをきっかけに再び盛り上がっていった。1980年代に入ると国内各地でますます反対運動が激化、また国際的な経済制裁を受けた。1987年国際社会が アパルトヘイトに反対して文化交流を禁止し経済制裁に動く中で日本は逆に南アフリカの最大の貿易相手国となり翌1988年2月5日に国連反アパルトヘイト特別委員会のガルバ委員長はこれに遺憾の意を表明したこうした批判を受けピーター・ウィレム・ボータ政権は白人インド人 カラードによる人種別参院制議会を1984年に開設した。また、雑婚禁止法と背徳法、分離施設法を1985年に廃止、パス法を1986年に廃止するなど、いくらかの改革を行ったが、運動は全く沈静化せず、国外からの批判はさらに厳しくなった。これらを受け、1989年9月に、 大統領に就任したフレデリック・ウィルム・デ・クラークは、これまでの政府の方針を転換し、撤廃に向けての改革を進展させた。その政策方針により、1990年2月、ANC や PAC、南和共産党を合法化し、ネルソン・マンデラを釈放した。1991年2月には、国会開会演説で、アパルトヘイト政策の廃止を宣言し、6月には、 人種登録法、原住民土地法、集団地域法が廃止され、アパルトヘイト体制を支えてきた根幹法の最後の法律が廃止された。しかし、選挙法、教育及び訓練法など22のアパルトヘイト法と数百の人種差別的条例がまだ残っていた。その後南アフリカ社会は、体制移行期の危機的な混乱を何度も経験した。 この混乱は1991年から1994年4月の総選挙実施まで続き多くの死者を出した。アパルトヘイト廃止後の南アフリカ共和国のことを話し合うために全18政党組織が参加した民主南アフリカ会議が1991年12月と1992年5月に開催された。しかし交渉中に ANC 系組織とインカタ自由党との武力衝突がトランスバール州、ナトアール州で頻発し多くの死傷者が出た。そのためにしばしば交渉は中断、延期された。1993年4月には白人極右の指示によって一人のポーランド人移民が当時 ANC のナンバー3だったクリス・ハニーを殺害した。また、 一部のホームランドが独立の維持を望み統合に反対する動きを起こし、ボップタツワナ政府などはアパルトヘイト維持を掲げる白人右翼アフリカーナー抵抗運動と連携して抵抗したものの、ボップタツワナ軍の反乱によって、ボップタツワナ政府は崩壊し、アフリカーナー抵抗運動の当主だったコンスタンド、フィルーンは恩恵派を率いて、新党自由戦線を設立し、 選挙へと参加した。1993年4月に26政党、組織が参加した多党交渉フォーラムで、選挙までの政体として、全政党、組織が参加した暫定政府を、同年12月に発足させることに決まり、同時に暫定憲法も制定した。最後まで抵抗していた、インカタ自由党も選挙実施数日前に選挙参加を決め、 すべての有力勢力が全人種選挙へと参加することとなった。1994年4月にようやく全人種が参加する選挙が行われ、5月にネルソン・マンデラが大統領となり、新政権が樹立された。得票率はアフリカ民族会議62.6%、国民党20.4%、インカタ自由党、アメリカ、日本は次々と、 経済制裁を解除していった。しかし当時、ANC など解放組織は、経済制裁の解除は、時期尚早を訴えた。経済制裁を主導した国連が、総会において、経済制裁撤廃決議をしたのは1993年10月になってからである。当時の世界経済の背景には、当時冷戦下における西側諸国は、南アフリカ共和国が、 レアメタルの独占的産出国であり、南アフリカ共和国からこれら資源を輸入しなくては、敵国ソ連から輸入せざるを得ない状況であった。それゆえに、アパルトヘイト政策を非難する、経済制裁を発することができず、南アフリカ政府は、アパルトヘイト政策を継続できた。ところが、冷戦終結により、旧東側諸国からのレアメタルの資源供給が容易になり、 南アフリカ共和国の国際社会での立場が弱まり、欧米などから経済制裁を受けたことがアパルトヘイト撤廃につながっていった。大統領に就任したマンデラは民族和解、協調を呼びかけ、アパルトヘイト体制下での白人、黒人との対立や格差の是正、黒人間の対立の解消、経済制裁による経済不況からの回復に努めた。また、筒主教を 委員長とする、真実和解委員会を発足させ、人権蹂躙を行ったと指摘された人物、団体は、刑事訴追を行った。経済政策として、公共事業を通じて、失業問題を解消させ、土地改革によって、不平等な土地配分を解決し、5年間に毎年30万戸以上を建設することで、住宅問題の解決を図り、 上下水道などの衛生施設の完備をし、2000年までに250万世帯を電化するといった計画を発表した。しかし、実施機構整備の遅れ、財源不足、人材不足から達成するに至らず、特に黒人への富の再分配の実施は遅れ、失業率は増大し、社会犯罪は激増した。このことが、先進諸国からの投資や、企業進出を妨げる要因となっている。 このような状況から、黒人の新政権への不満が高まることになった。その後、ターボ・ムベキが新大統領に就任した後も状況は変わらず、失業率は3割を超え、またエイズが蔓延している。ムベキ政権下では、黒人経済力増強政策が取られ、各企業に一定数の黒人投与を義務付けた。これにより、黒人の中流層が勃興する一方で、 アパルトヘイト時代に不十分な教育しか受けることのできなかった大多数の黒人はこの恩恵を受けることができず貧富の差は拡大した。さらに黒人経済力増強政策によって有能な黒人のコストが跳ね上がり企業の事業に対する負担となっている。アパルトヘイト政策から得た利益が先進国の企業から還流する動きもない。1998年には ローマ会議において国際刑事裁判所ローマ規定が採択され署名期限までに三3 9カ国により署名が行われた国際刑事裁判所ローマ規定第7条ではアパルトヘイトはアパルトヘイト犯罪として人道に対する罪として規定された1985年英米のロックソウルジャズ等のスター約50名によるアパルトヘイトに反対するアーティストたちの サンシティというシングルが発売された。折からのチャリティーブームに乗った企画であったが、リベラルな内容ゆえに、アメリカの保守的な地方でのオンエアは控えめであった。ビルボードでは、最高38位を記録している。参加者は、スティーブ・バン・ザント、マイルス・デービス、ホール・オーツ、パッド・ベネター、ブルース・スプリングスティーン、デビッド・ラフィン、エディ・ケンドリックス、ピーター・ギャレット、ボノ、 アフリカ・バンバータ、ボブ・ディラン、ラン・ディ・エムシー、ノナ・ヘンドリックス、キース・リチャーズ、ロン・ウッド、グランドマスター・メリー・メル、ルー・リード、リンゴ・スター、ザック、スター・キー等。三式とは、黒人居住区域にあった白人専用多目的施設の名称。高額な出演ギャラにてコンサートを行うアーティストもおり、この企画に参加したアーティストたちは、アイ・エインとゴナ、 プレイサンシティと、コ高に歌った。黒人アーティストのレイ・チャールズや、オージーズも出演したことがある。南ンア人には、有名なジャズピアニスト、アブドラ・イブラハムがいる。2005年10月、アバドラ・イブラヒム、エーストラグル・フォー・ラブという、ドイツ制作のドキュメンタリーフィルムが、バンクーバー映画祭にて上映された。ピーター・ガブリエルは、スティーブ・ビコの剣をテーマにした曲。 美コを1980年に録音し、彼の代表曲の一つとなった。彼はライブで反アパルトヘイトを聴衆に訴え、その曲をアンコールの最後の曲として歌うのが常だった。アパルトヘイトに反対した日本のアーティストでは、1989年に青空をリリースしたザ・ブルーハーツや、現地の政治デモに参加した爆風スランプのサンプラザ。 中野くんとパッパーラーカワイが有名。パレスチナ問題ではユダヤ人によるアパルトヘイトのような行為が問題視されている。何百万人ものパレスチナ人が教育、自由な移動、雇用、健康の提供といった基本的な権利を否定されている。南アフリカの黒人が白人ではないという理由で差別されたようにパレスチナ人はユダヤ人ではないという理由で差別されているのだ。 イスラエルはアパルトヘイトとする批判を反ユダヤ主義に基づく差別と非難している。しかし、イスラエルは2018年7月19日にユダヤ国民国家基本法を制定した。基本法で他民族、宗教に対するユダヤ人の優越が明記され、ユダヤ人は唯一の民族自決権を持つ存在とされ、ヘブライ語を唯一の公用語とした。こうした イスラエルの動きに対して、イスラエルの人権団体、ベテレムは2021年1月12日、パレスチナ自治区での実行支配体制を含め、This is a p a r t h と避難声明を出した。4月27日、米国に本部を置く人権団体、Human Rights Watch が、イスラエルの政策は、アパルトヘイトと迫害の罪に該当するという内容の報告書を発表した。 ありがとうございます。